していってね。今回は箱罠、比較的設置も簡単な罠です。本編の前にぜひチャンネル登録お願いします。投稿者のモチベーションが上がるのでよろしくお願いします。では始めていきます。箱罠について、大型のものは設置も大変ですが、どのくらいのものなら設置も簡単ですよね。作り方も簡単です。トリガーで蓋が落ちるようにしてあげればいいだけ。蓋は私は焼肉のプレートを使用というかワイヤー以外すべて廃材です。実際これで簡単に取れていますのでおすすめです。大型のものもだいたい1万円程度では作れるかと思います。作ろうとは思いませんが、これの場合は四辺を囲う板に、四隅の角材、後ろの金網に前の柱2本、あと、落とし扉にワイヤー程度のもの。四隅の板はベニヤでいいし、角材も値段は知れていますよね。後ろの金網は100円のものをかけるラックでいいし、扉の方もストッパーをつければベニヤで併用可能。材料費2000円程度あれば2個ぐらいはできます。ベニヤを1000円、角材を500円としてみたら、その程度で十分できます。あとは時間ですが、これは工具次第といったところ。あとネジ類もいりますね。箱で激安のものなんかで十分です。あとは餌。これはとても重要です。おすすめはせんべい。あとイカせんべい。とりあえず油で揚げてあるせんべいなら、間違いはありません。ピーナッツやトウモロコシでもいいのですが、トリガーに結びにくいので、ぜひぜひせんべいで、お腹が空いたら自分でも食べられますから。お、入っていますね。見えていないでしょうけど入っています。ではイノシシの箱罠は、餌自体は芋や米ぬかがメインになるかと思います。ですが車で2時間がかかり、餌代もバカになりません。数日見に行かなくても獲物が死なないというメリットがあるのですが、結果が出やすく場所替えも楽な、くくり罠がやはりメインになるんだろうなと思います。実際自分で作っても結構高価なので、1個作る間にその数倍はくくり罠が作れます。獲物を取るためにはとりあえず数がいります。あるメーカーで年間100匹とか300匹とか言っていますが、罠をいくらかけてこれだけという数字はありませんよね。とりあえず60機でもかけたら取れる数字だと思います。あと地域性によると思いますけど、優れた製品とは、かけた獲物が抜けない罠であり、匂いがなく、仕掛けやすいものが優秀と思います。あとは通る場所さえわかれば、勝手に取れてきます。自分で作るか、メーカーのものを買うか、まずはそこから考えていけば良いのかもしれません。ですが結局最後は自分で作りたくなるはず、あの部分を変えたい、あそこを薄くすればもっと取れるなど、実践していかなければなりません。罠も同じものを作らず、数個おきに新しい考えを入れていき、いつか作れるはずであろう完成形のくくり罠を目指し、消化医療を繰り返していくのが、取れる原理につながっていくのだろうと思っています。こちらも処理が終わりました。こだわり出したらキリがない部分なので、そんなところも楽しんでいきたい。ワイヤーやスリーブでさえも、かなりの規格、メーカーがありますし、一概にメイドインジャパン、と決めつけず、いいものは中国だろうが台湾だろうが、使っています。使っているものはまた別の機会にでも、紹介していこうと思います。今回はこれでした。かなり肉厚な穴熊。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また見てね。